はい、こんにちは、ペソでございます。桃鉄 V の56年目ですね、やっていきたいと思います。で、しばらくはちょっとね、いろいろとぐるぐる回りながらやっていきましょう。よいしょ、9マス。福井、金沢いける？いけない。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、8マスなんだ、惜しかったな。9マス。近畿圏はいいので、岡山無理やね。シェルターを作りたかったんですけどね。まあね、とりあえず関東から、関東いうと、もう北関東の方ですね。で、北関東の物件をちょっとダッシュしてから、一気に東北温泉駆け上がれればなと思ってるんですけどね。上陸してるな、あまり笑ってられないね。わざとスピード、ああ違う、もう北海道上陸できるからか。なるほど。
ら、えらいカードを持ってたな、持たれたな。してるんで、ちょっとあんまり悠長としてられなくなっちゃっていましたね。はい、また松山か。出るんでしょうね。渡されたかわいそうに。ちょっとねハラハラしながら見とかないとね。4やめてよ。危ないな。あ、ペペマン来た。うるさいうるさいうるさい。ペペペマンの現れやすい場所に飛ぶことができるって。まあそれもようわからんですけどね。上のはいいや。あーよかったね、特製レカードやん。ああロボット研究所行った。なるほど。
あ、メカボンビー買った。わあ、すごい、5体ともメカボンビーだ。これはしばらくちょっとエンマさん、サッカーさんって言ってましたね、私、エンマさんね。わあ、こっちもか。精霊カード使うんじゃないかな。はい、9月ですね。はい、あー台風か、久々ですね。まず鹿児島、おー熊本、博多、おお、これ結構被害大きいよ。萩も言っちゃう。嘘。青森の方とか行っちゃう。あー来たね。うん、で弘前、青森で去っていくと。あーすごいね、めっちゃこれやばいかもしれん。博多がやばい。うわー今回暴れたな。うわ2億5000万、25億。疲れてボンビラスやられたらえらいことになるよ。せーせ
今日ね近づいておきましょう。20出れば言うことなし。それ15マス、まあ近づいておきましょうか。ちょっと遊んでられなくなってきたんでね。よいしょ、ナイスブルー。くな生きよった。あ、これなくなるんじゃないかな、借金。あ、そうでもないんだよね。桃鉄のシリーズによってはね、その借金が全部帳消しになるっていうあれがありますよね。どこ？仙台。久々ですね、4年に一度。去年は当たりましたよね、去年じゃあ前回。はい、おー、飛騨牛屋で、もう一個また松山ねもう私、タルト屋しかないんでね。
はい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 。クリスマスカードね。あー佐久間さんか。農林物件の時にね欲しいんですけどね。とりあえずね仙台目的地なんでラリーカードはね2番手でも2番手到着でもいいんでね行きたいですよね。あら、あーそういうことか。寄り道できそうなとこはないかな。清里は、あどうだっけな。アップしたいのにマイナスもなくなるのに。でだったらまあワープしてねとりあえず建物まで行きますけどね。あったよね確か房総半島にね。上から行った方が近いかもしれないですけどね。あー函館やられた。ね、仕方ないですね。わあついちゃった。はい、ラストターンですね。その前に、これ覗けなかったっけ？あ、覗けない。登り別でしたね。こっちはいけるはず。よいしょ。あれ？ダメだ。あー、3マスか。
き寄せてからの方がいいんですよね。なのでちょっと寄り道します。よいしょ、はい、どうしよう。あー本当はね、飛騨とか高山ね、那須とかも行きたかったんだけどね。ここはちょっと自重しましょう。いいか、行っちゃえ。自重しましょう言いながら行っちゃいましたね。はい。まさか噛んでるとは思わなかったからね。これは意見言うことなんでしょうね。はい。北海道やめてほしいな。はい、青森。できないしね。とりあえず仙台寄って行きましょうか。かぐやさんがね、どこまで落ちるのかもちょっと見てみたいと思いますよね。さあ、これなんだっけ、お腹迷うやつだっけ。あ、そうですよね。6 6 6。音楽かけてくれるといいんですけどね。6回聞かないとダメですかね。はい、リトル2体。でデビル。そろそろキングデビル呼んでくれないかな。ないんかな。リトル3体デビル1体ね。あ、来た。ラスト1体はデビル。来月楽しみですね。というかもう来年になっちゃうの。うわー、一マスのとこ来た、びっくりした。あー、それは買うよね、カード。あ、ペペペマンカード売っちゃうんだ。ということで、収益額ですね、465億7150万ということでちょっと上がりましたね。まあ、できるだけちょっと近づいとかないとやばいかな。マイナスだったんだ。5000億目の前ですね。総資産が4929億2400万ということですね。かぐやさんのね、この下降線からちょびっとだけ上がってるのがね、なんとも言えないですけどね。はい、ではセーブして終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次回お楽しみにしておいてください。それではさよなら。